今これ1月に録音してるんですけど、おそらくもう2月入ってんじゃないかなと思うぐらいまとめ撮りを一気にしてますけれども、皆さんこんにちは、欅の種です。ということで、今回も、メンバー紹介をさせていただきます。さすがにそれはないか、1月かまだ、はい。ということで、今回はですね、渡辺里香を紹介させていただきますね。もう渡辺に来ましたよというところで、1期生ね、もうそろそろ終わりに近づいてますが、渡辺里香、1995年5月の16日生まれ、茨城県出身の大型、身長が 166.5cm ということで、グループの中で、誕生日も含めて最年長のメンバーになりますが、最年長とは思えないポンコツ を引っ提げての登場でございます。かなりね、彼女特徴的なキャラクターでございまして、ビジュアルがもうおかしいほどかっこいいというか、綺麗というか、美しいというか、もう全ての言葉が当てはまるぐらい見事な、ビジュアルを持ってらっしゃるんですけれども、まあにしてもよう喋らない。喋るのが苦手なんですね。人見知りなのか、恥ずかしがり屋なのか、キャラクターなのか分かりませんが、本当にね、こう喋れないんですよ。喋らないというか、喋れないというか。でもまあね、そういった中でラジオではまあそこそこ喋るんですけれども、まあ恥ずかしがり屋でございまして、常にうふふで、なんか切り返してくるようなタイプでございまして、でもね、そこがまた彼女の魅力でもあるわけですね。で、まあレイっていうのと、それから、もう一つ雑誌してたんですが、今もう雑誌が一つしか残ってませんので、まあ専属モデルもしておりますし、グループ内で最初の写真集、饒舌な眼差しというのも出しております。個人写真集としても最初でございますね。まあでも本当に天然キャラクターで、まあでもね、好きなものはね、実は一貫してるっていう、ブレないキャラクターでもあるんです。例えばパンが好きとかも初期から言ってますよね。それからディズニーランドが好き、それからまあ青子が好きで、青子っていうのはですね、ジンベエザメのぬいぐるみでございまして、彼女がずっとあの友達からもらったのかな、あれはな、チラミ水族館で買ってきてもらったプレゼントを未だに大事にしているっていうことで、青子っていうキャラ、ぬいぐるみをずっと持ってます、ね。でもテンションがね、上がると結構ノリノリになる子でもあるんですけれども、結構楽屋裏では賑やかそうにしてる印象です。なので、だからキャラなんじゃないのっていうのはちょっと思ってたりしますけども、でもまあ照れ隠しが多いのかな、あのキャラクターはね、で、ギャグとかも結構やりたがりなんですけれども、恥ずかしくてできなくて、でも最近はティモンディのね、やればできるとかね、真似たりとかして、まあ、キャラクターをまた新たに構築しようと思ってるようですし、桜坂になってからは非常にこう精力的にチャレンジをしてるな、なんていう印象があります。欅の時代はね、実は一番ブログを更新しないメンバーとしてもおなじみでして、年間に2回とかね、しか更新してなかった年もありましたけれども、桜になってからもうすでに、6回ですか、ブログを更新しておりますね。はい。まあ変わろうとしてるのが一番、欅から桜になって一番変わろうとしてるのは彼女なのかな、なんていうのが僕は見てて思います。で、まああと、まあ有名な話でいくと、就職活動で50連敗したっていう情報がありますけれどもね、就職活動もテンションでやってたんでしょう。それはなかなか通らないわなとは思いますけれども、でバラエティが好きっていうのもありますね。はい。まあでもいろいろね、こうキャラクター見てると本当に面白い子でございまして、でもね、ビジュアルは本当にね、やっぱりどんなところにいてもこう目立つというかね、背もあるんで、やっぱりこうインパクトがありますよね。一人抜きをしただけでも表情がなくてもこう美しいなと思ってしまうぐらい、本当に綺麗です、ね。だからまあビジュアル担当として、まあ、今やってるんですけども、やっぱバラエティとかね、やっぱそういうところにも興味はあるみたいなので、本人はね、まあ正直に言うとパン屋になりたいんでしょうけれども、あとはディズニーのね、声優さんをしたいっていうのをこの前ラジオで言ってて、正直びっくりしましたけどね。あなたはまあ確かに演技はできそうやけれどもっていうところですかね。演技はね、結構ね、できると思うんです。徳山大五郎誰が殺したのかっていう、欅坂46主演のドラマがあったんですが、あの時にやってた演技は非常に良かったですよ。まあ演技じゃないような演技って思わせるぐらい魅力的な演技をしてたので、もし見てない方いたらね、アマプラとかで
まだありますので、ぜひ見てもらえるといいかななんて思っております。ということで、こんなもんですか。まだまだ本当はあるんでしょうけどもね、はい、あの皆さんもあの推しどころがあったら、ペイファンはぜひ、教えてください。いや、ちなみにね、あだ名ペイちゃんって言うんですけども、なんでペイちゃんっていうかっていうと、自分が飼ってた猫の名前、まあ、飼ってる猫の名前ですね、まだ生きてるみたいですので、猫の名前がペイちゃんで、それを、あだ名にしたという、謎の情報でございます、ね、そういうところもなんかちょっと変わってるよなって思うんですけど、まあ、だからね、欅の一期生、まあ、今の桜の一期生、本当に個性が豊か、強いんですよ。癖が強いメンバーが多い、ね、もうそれの代表格の一人だと思ってください、ね、でも本当にね、美しいキャラクターですので、もうまずはめでるだけでも楽しめると思いますから、ぜひぜひということでございまして、今日は渡辺理香について紹介させていただきました。もちろん次回は渡辺理香と、あれ、渡辺理沙ということでございましてね、もう一字違いっていうね、こんな奇跡があっていいのだろうかと思いますけれども、次回はそういうことになりそうですということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いをいたします。ということで、それではまた。